論語集下、学時、論語集下は、中国語漢末期から三国時代の義の儒学者である、漢等によるものとされる、論語の注釈書。手記による、論語失中の、真中に対して、語中と称される。漢本として伝わる最古の、論語の注釈書である。論語の注釈書として、漢本の状態で今日まで伝わる最古の書物が、論語集下である。 生死二年に成立した。義カド双方に論語を進行した折、当時の可能な限りの注釈を求め、その良いものを探ったものとされる。主記の、真鍮に対して、古中と称され、堤宮みみ、修士、穴暗黒、バトール、提言、鎮軍、王宿、修正、列の矢歌と無記名の編纂者の注釈から構成される。偏者は、カーンとされるが、 その伝記では、編算について言及されず、どこまでを、カーンの解釈とするかは、判断が難しい。序文に見えるように、孫、手置き、そうただし、純記、カーンの共同編算とするのが温当である。最も基本的な注釈書として、広く読まれるが、ここに引用された書家の注釈書の漢本は皆、失われている。減額の要素が特徴とされるが、 論語義書に比べると限定的であり、一部に、老僧思想という和した、独特の解釈も見られる。引用の注釈は、アナ暗黒中は偽作の疑いが強く、提言中は軸が大きく改められているなど問題は多い。序文には、漢の武帝の頃、論語が三種類あったことが記されている。一つ目は、孔子の古国であるロの人が伝えたもので、現在と同じく二十篇あった。 これを、ロロン語あるいは、ロロンという。現在まで伝わる、ロン語は、このロロン系統のものである。二つ目は、ロの東隣の大国である聖の人が伝えたもので、二十二編、あった。ロロンより文豪と、道地が多かったと言われている。これを、サイロン語あるいは、サイロンという。三つ目は、関の武帝の時、六国の恐竜は丸が宮殿を増築するため、 格子の旧宅を壊すと、壁の中から現れたもので、漢以前の古い文字で書かれていた。21ペあり、ドロロンの行曰枠編が行曰枠と小針の2編に分かれていた。つまり、ドロロンに元来小針編とは別に、もう一つの小針編があったわけで、合計21ペとなる。カトと呼ばれる古代の文字で書かれていたので、これを古文論語あるいはコロン言う。 論語集下の序文にはこれら三つの論語は前漢の時代全く別々に学派をことにして伝えられたことが記されている。ロロンは過去をまさる章望むの意見、異現生らが伝え、サイロンは王家、妖精、王吉らが教授した。また、コロンはアナアン国がその仲介である君説を作ったが世には伝わらなかった。前漢末期。 安政公、長儀という人ははじめ、ロ論を学び、かねてサイロンを講じたが、後にロ論とサイロンを比較し、それぞれ良い方を選んで、新しい論語を編纂した。これは、長考論と呼ばれて、大いに流行した。五感になると包みみなや修士が、この長考論の証句を作ったと言われている。証句とは本文を段落で区切って、解釈したものである。ありがとうございます。